先日ツイッター企画でピンフさんが、やってくれた企画に応募したんですけど、なんと仕事帰りぐらいにツイッター開いてみたらインコハルケの名前があって当たりましたそう当たっちゃいました。でママに急いで報告して、で家に届いて開けたらこんな可愛い写真が、梅子のブラザーズ、ね、かわいい、かわいいよね、うん、で裏面はじゃん、あー梅子もちゃん、ちょっと反射するか出したか見やすいかな、うん、かわいい、この寄り添ってる梅子ちゃんの写真と、かわいい、でも僕ら的にはこのピンスターのサインがね超かわいい、これが面白くて、うん、でもすごい丁寧なね、梱包と、あと中身がすっごい多くて、そう中身紹介します、ちょっと一個ずつ出しますね、うん、出してて、ちゃんと全部一個ずつ梱包されてるんですよ、すごいよねこれね、すごい、じゃん、とりあえず全部並べて、全部並べてさ一個ずつ説明したい、はい、セキセイインコ用で応募したんですけど、こんなにもたくさん入ってて、でこれがピンフさんが動画で言ってたの、ケーキの葉っぱで作ったおもちゃね、うん、すごいね、うん、よく作るね、すごいよね、あとこちらこれが確か今梅ちゃんのさケージに入ってる、うん、つつくだけのおもちゃじゃないですか、この時期が発情しちゃうからって言って、今確かこのねおもちゃだけ入ってたと思うんだ、これもちょっとどうやって作ったかな、ね、ちょっとよく考えすごいな、ね、でこれは動画でなんか印象的だったのが、梅ちゃんおやつが少しだった時に喋りかけてたやつね、マラカス、かわいいわ、かわいいね、うん、あとこれボール、これが外れるんよね、確かチラシで、よく外してるよね、うん、うん、めっちゃかわいい、かわいい、これはポピが来たかわいい、アイスクリームのスプーンの、うん、そうだね、噛んで遊べるように、うん、しかも一番下にチェリーがついてる、かわいいね、かわいい、おもちゃいっぱい、これね、なかなか売ってないんですよ、これね、そう、100円ショップでね、今丸いのがね、ないんですよね、結構探しに行くけどね、ハートとか星ばっかりで、そうね、すごい助かると思ってこの丸いので、ハートと星が割れ目のところが結構大きいので外れやすいんだね、そう、外れちゃうの、だからこの貴重です、丸いのね、これこの重なってる部分が大きいからね、すごい貴重なのかな、うん、ありがとうございます、あとこれもうん、箱辺の種ねえ、箱辺ね、動画で見てね、箱辺いいねって話をしててね、うん、まさか種まで入ってると思わなかったので、ね、ありがとうございます、これで育てよね、そう、プランター買ってきたので育ててみようと思います、うん、っていう、以上、豪華盛りのすごい、こんなにいっぱい来ると思わなかったね、でちょっとずつ、我が子たちはその初めてのおもちゃになれるのにやっぱちょっとかかるよね、数ヶ月ぐらい、かかるかかるかかる、だから、まあ、ちょっとずつね見せて慣れてもらったらいいな、そうね、でケージに取り付けでしょうのやつはなんかケージに取り付けて、発情抑制とかに使わせてもらえればなと思ってます、
眠たいの。眠たい。チャピ。大丈夫か。ポーピちゃん。はい。チャピ。ないって水。ピピ。頭はまったら出れんくなるで。大丈夫ですか？じゃあピ、眠たい。